危ねなんじゃそれおいロナウドなんじゃそれロナウド決めたあーゴール決めたねこれやっぱロナウドのいい精度ロナウド切れそう今のマジでロナウドロナウドはロナウド意外に強いんだよなんか前もそうでしたねなんか飲酒の時だけはお前さんめっちゃ強いみたいなだからこいつは飲酒しててもしてなくても実力は一緒なんだけど、うん、みんな飲酒してるからちょっと弱いのよ相対的にみんなが落ちるからじゃあ俺もシェフチェンコにしようかな渋いねシェバウクライナの矢ウクライナのね矢ですシェフチェンコロナウドオーウェンとかいたなクレスポとバティスーダですよその世代はそうそうそうあとオルテガロベルトバッチョバッチョねロベバッチョかポルトガルにやたらすごい人いたなルイコッサとかかなでもあの世代はセリアにめっちゃ集まってたけどポルトガルだけじゃなくていろいろいましたやっぱりうん AC ミランがシェフチェンコとかで AC ミランでしたっけミラン、うん、AC ミランルイコスタもミランだしなんかミランめっちゃ強かったイメージうん強かったっすねマジでマルディーニとかねマルディーニ居酒屋やん本当の居酒屋になってるもう寝そうなやついないなんか今なんか机に突っ伏してるやついるみたいな感じで泥酔がうん調子こきすぎて一気にガッて飲みすぎたまたやったんだまたやっちゃったよジェンが可愛いなんて言うからですよ誰だっけ嬉しくなっちゃった初回で死んだのは赤目たかまあ赤目たかガチガチで本当に寝ちゃった吉井さんって寝たやつね吉井サーキットだったっけ2、3列寝たんだキノピオハイウェイで応答なくてうん、あの水に突っ込みながらキラ入れてた。見たな、それな。あいつどこでキラ入れてんの？本当でエルボタン押してた。本当に飲酒運転はダメだねっていうのがね。そうそう。啓発ね。換気の動画ですよ、これも。そうそう。今日ビビってお酒入れてないですからね。え？え？あ、ひよってんな。ひよるよ、そら。いやあ大した点数取ってないのにあのすごいなんか優勝したかのような雰囲気出してやめてもらっていいですか下3人ほんと機嫌を覚えた方がいいよかわいそうすいませんかわいそう楽しくやってんのよこっちは悪い酔い方してるわガチのやつやそうやってそうやって俺ウーロンハイいっぱい飲んだだけで飲んでないポン酢から言われてるからもう大丈夫早めに飲み始めたんですよ、ね、もうしばらくしたらもう静かになるから静かになるうまい酒ってうまいんだまあね、その感覚がねあんまりわからなくて俺いやわからないんだよねわかんなくてそんな酔っ払ってんのわからんでも分かる、ビールとかは未だに美味しい感じない。分かる。それまだ若い証拠やね。ただただ苦い。なんか梅酒とかは美味しいけど、果実酒。うん。ビールが美味しくなるのは、舌にある未来っていうのが死んでいって、だんだん苦みを感じなくなるから美味しく感じるんだ。はいそういうことじゃないね。じゃあお前さん死んでんだ。うん、死んでる。ビール好きやもんね、これ。すまんない。僕がカシオレとカルガー。ああ、かわいい。かみさんがカシオレ飲んでるイラスト欲しいね。おじさんと一緒だわ俺もパーと待ってますまっすぐ走らへんからできたぞうん酒飲んでも強いわうんうまいこんなもんかなこんなもんか結構飲んじゃうなうまいやな飲みながら飲めないわけじゃないんでねやめてるだけで、うん、自主的にラーメンショップって知ってますか知ってる知ってるそこのチャーシューが本当に美味しいへえチャーシューだけで買えますラーメンショップえリンゴさん一人でラーメン屋行ってラーメン食えるタイプうんまあ食べたことはあります、うん、リンさんは私無理無理ですあ無理無理なんや私ね待ってる時間がもう時間潰せなくて一人であそういう、そういうのできないタイプ行けないのそうそう恥ずかしいとかじゃないんだえラーメン屋なんか別に待つ時間ゆいかなり低い少ない方じゃない少ない方入りづらいやっぱり一人だと初手切りされたらもうたまんない地獄じゃないですかいやいや、あの、初手切りは大丈夫です。大丈夫なんだ。初手切りは大丈夫。僕なんか初手切りされたらラーメン屋行っちゃいますけど、たぶん。ラーメン行ってるもんな。違うもんまあでも、何があるか分かんないからね。そう、すぐ終わっちゃうかもしれない。終わる可能性あります。特にあの、アルジャンなんてあの何が起こるかマジで分かんない。いきなり全滅になるからね。斧でなんか5人ぐらい一気に死ぬとかあるからね。最高です、トレンドで。
枝豆ってうまいね。枝豆っておい、俺、枝豆はあんまり好きじゃないよな。俺もあんま好きじゃねえ。なんでだよ。緑色だからでしょ、ポン酢は。そんなことないですよ。色で判断してるの。キュウリ嫌いだから。何も食えなくなるよ。ああ。酔っ払ってきたから終わろうかな。途中退出ありなんだ。ちょっとだけ。まあ、赤目とは途中退出して。俺はログアウトしたからね。ほぼ最後でしたよね、あの時。気緩んじゃったんだね、たぶん。ギリギリね。で、なんかあの時寝っ転がりながらやってたんでしょ、確か。あ、もう寝っ転がりながら、なんなら下に布団引いてやってた。あれ、どこでコントローラー設定変えるのかもう分かんなくなっちゃったもん。酔っ払って、別に酔っ払ってねえのに。さて、もう始まるプレス。うん。うん。まあ、危ない危ない。余裕っしょ。もう始まった。なんで嘘つくんですか、そんな。すいませんでした。リンゴさんって謝れんだ。おまおじだよ、謝れないの。どっちもやるさ。ちゃうね。寝たわ。ナツピョンさんは、例のあの時には何を飲んでたんですか？いや、覚えてない。例のあれって何？何飲んでたんだろう。え、でも多分変な、やばい酒飲んでた気はするけど。やばい酒飲んでた。いや、僕多分あれなんですよ、炭酸飲めないんで基本リキュール系か日本酒しか置いてないんで家に、あの酎ハイとか置かないんですよ、飲めないから。で、なんかバカやみたいに好みあるから、好みあるからね、やっぱね。そう、ロックとかで多分飲んじゃってたら死んでるっすね、一瞬で。ピョンさんでも日本酒結構飲める口でしたよね。あ、全然全然いけますよ、僕は。あれ嬉しかった、腹出てるしな。腹出てる。いや上半期お疲れ様でした、乾杯。まあ、はい、乾杯。ちなみに上半期一番印象に残ってるなんあります、何か面白かったこと。リンゴさんが俺のバックスに当たった。割と最近のやつ。今日やね。さっきも言ってましたね、マジさ。今日の動画。リンさん大丈夫か？はい、大丈夫です。はい、今日月曜日か。はい、強い。そうなんよ、月曜日なんですよ。これはいつも月曜日。なんなら火曜日なんですけどね、今。え、明日仕事の人は？はーい。え、いいねー。かわいそう。頑張ってねー、お仕事。感覚狂いそうになるんだよね。大変だよね。みんなニートなんでしょうかね。やばいな、確かにそう考えると。感覚狂うよね。俺なんか2週間腹出しながらアニメ見てただけだから。幸せだなー。イラストやった大変やる。ガチのニートじゃねえかよ。マジで。最高だったぜ、マジで。フリー素材とかの写真であるやつ。煽りすぎやろ。どういう、煽ってんのか。いや、煽りだね。ちゃんとねえちゃんと。そのバックスな上手。仲良くしよう。仲良くしましょう。おじさんのこと大好き。ほんま。それは口が裂けても言えない。あいつだけやっぱ。俺だったら死んだ方がマシ。言ったな、リンゴ。リンゴ。お前は今から。